花井さん、こんにちは。花井さんね、100円の大切さっていうタイトルだったんで、私は1円の大切さにしておきましょうか。モッピーっていうポイントサイトありますよね。でその中でアンケートに答えるってやつがあるんですよ。でこれ答えたところで時間を使って答えてね、1ポイントとか2ポイントとか5ポイントとかこんなやつなんですよ。で稼げない人は多分これをやらないんですよね。だから1ポイントも5ポイントも稼げない、効率が悪いと思うからやらないんですよ。でも私はこういうのもやるんですよ。なぜやるかっていうと2つの意味があります。1つはですね、この1ポイントとか2ポイントしか付与されない、ユーザーに付与されない案件ですら、このモッピーの社員がどこかの会社に行って営業かけて広告主さんから案件もらってきて、そして、ユーザーさんに1ポイントしか還元できないんだけどもって形でアンケートっていうのを作ってるんですよね。だから確実にそれは誰かやってくれって、お願いだ協力してくれっていう意思のもと、モッピーの社員がその案件作ってるんですよ。ですんでこの回答することによって絶対に役に立つんですよね。これが一つです。もう一つの意味は、この1ポイント2ポイントみたいなのをその営業の担当者さんね、モッピーの社員さんはやるやついねえだろうと思ってやってるのか、それともお願いしますよってやってるのか、それはいずれにしても分かりませんけども、ただね、これをやることによって何が起きるのかってことはやらない限り見えないわけですよ。で稼げてない人っていうのは効率が良いもの、良いとされているものばかりにお互いに集中してですね、過当競争を起こしてるんですよ。でなんかすごくいい言葉があるんですけどね、なんか山があってみんなが正面の道から歩いていくんですけども、俺は裏の道を通っていくよ、そこには花がいっぱい咲いてるよっていうのね、まあ、そんなことわざなんですよね。で同じです。1ポイントしかないのに労力かけてアンケート答えないといけないっていうものに対して多くの人は効率が悪いと思って避けるんですよ。でも私はあえてそういうのをまたがずにやるんですよね。そうすることによって本当にね、1ポイント2ポイントで終わるのかなってことが分かります。で私はね、モッピーの案件でアンケート答えたら別のページが開いて、なんか1000円プレゼントとかね、2000円プレゼントみたいなのが出てくるのを何回か遭遇したんですよ。いや、これを見つけたなと思いましたね。今ではやってるかどうか分かりませんけども、私がモッピーをやってる当時、2020年の11月12月には動画でその辺も出してます。これをやった結果こんなんが出てきたみたいなね。で結局そこから1万円拾ってるんですよね。であとはモッピーからの覚えがいいですよね。あ、この人はどんな案件もやってくれるんだ、しかも短期間で誰よりも売り上げを上げてくれてるなっていうふうに見えるんですよ。で私の扱いは変わりますよね、当然ね。ひょっとしたら、あ、かつてアフィリエイトでむちゃくちゃやった人なんじゃないのみたいになるかもしれない。まあそこはちょっと考えすぎですけどね。さあそれでね、私は 1円っていうものを笑わないっていうのはこういうところにあると思うんですよ。たった1ポイントしか入ってないものもきちんとやると、でも金額が高いものもちゃんとやると、要するに、どんなものもね、取り組んでいくことによってモッピーっていうポイントサイトの隅々まで網羅できるようになるわけなんですよ。いわゆるプロフェッショナルになるわけですよね。だからね、やっぱこう1ポイントのものとか2ポイントのもの結構ね、時間がかかるんで、進めるかどうかっていうのはなかなか難しいんですけども、こういうものもやっぱり手が出せるようにならないと、なかなかね、他の人を出し抜いていく存在にはなれないなと思うんですよ。だってモッピーをやってみんながやるものだけやるわけでしょ。さあ変わんないわけですよ。だみんながやらないであろうものまでやるからこそ、モッピーを深く掘り込んでいくことができると思うんですよ。というような感じでね、ビジネスを始めて、どんなに少額なものでも侮らずにね、やっていくこと、どんなに大きな案件ですらビビらずにやっていくこと、これをきちんと使い分けることかなと思いますよね。小なりといえども侮らず、大なりといえども恐れず、こんな感じですかね。普通はですね、小さいものをバカにしたり大きいものを恐れたりするんですけども、その発想ではダメだなと思いますよね。さあそれでね、これからこの花や龍馬シリーズでまたテーマをどんどん出していきたいと思いますけども、まあ、これからの時代はね、私営業するスタイルはダメだと思うんですよ。これを買ってくださいとか、こんなプロモーションがありますとかね、そういうんではなくって、そういうふうにプッシュ型ね、顧客にどん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 ご利用ししていくオラオラ営業っていうのはなりを潜めていって、これからですね、いつ商品出してくれるんですかとかね、いつプロジェクト組むんですかとかね、期待させるような発信ができないとダメかなと思うんですよ。ともすれば、
私の場合はこうなんですよ。ある日突然ね、メールが来るんですよ。速稼塾の参加概要くださいっていうふうに、ね、来るんですよ、うん、私の動画の概要欄には速稼塾の参加概要を取り寄せてくださいっていうふうに呼びかけてますよね。興味のある方って感じです。で、動画を見て概要欄まで見る人ってのは相当興味がある人なんですよ。その概要欄からメールを送る人は相当興味がある人なんですよ。で、そこにですね、速稼塾ってものの存在に気づいて速稼塾の参加概要を送ってくれませんかっていう人はもっとね、興味がある人なんですよ。まあ、ですんで、もう、